はい、こんばんは。満月堂のみょんです。今朝のおちんちんの調子はどうでしたか？必ず毎朝チェックお願いします。はい、今日はですね、精子を作る精子製造工場である、たまたま、ここは冷えてるのが好きなんですよって話をしたいと思います。はい、今日はね、たまたまと、精子の関係の話がまず一つ、それからじゃあ冷えてるのが好きって言うけど適温は何度なんだろうっていう話で、たまたまがなぜブラブラしているのかっていう話もします。で、最後に具体的な5つの方法、対処法についてお話をしていき、それから基礎おちんちん力を高めるお話をしていきたいと思いますので、最後まで聞いてください。はい、精子というのはおちんちんから出てピュッて出てくるけれども、作られているのはこのたまたまなんですね、2つの、で、このたまたまっていうのが、熱に弱いんですよ。で、温度が、たまたまの温度が高くなっちゃうと、精子を作る機能がね、下がっちゃうの。そうで、なのでとても大事で、実はなんかね、たまたまを冷やすシートっていうのも売られているぐらいなんですって。で、これをね、10人ぐらいの人に10週間使ってみたっていう実験があって、どういう形なんでしょうね、冷えピタみたいなのかな、剥がすと聞いた痛で、10週間したところ、平均してこの表面、玉の表面の温度ね、が2度ぐらい下がったそうなんです。っていうぐらい、そんなシートも売られているぐらい、きちんとたまたまを冷やしてあげるっていうのがすごく、男の人にとっては大事なんですね。で、肥満の人はやっぱりおちんちんも立ちにくいんですけど、肥満の人はやっぱりたまたまもあったかい傾向にあるんですって。なので肥満は本当にね、気をつけましょう。じゃあね、適温何度だと思います？はい、正解は35度。ね、だから体温より低くしておいてあげるのが大事。体温ってだいたい36度とかさ、じゃないですか。それよりも下げといてあげることが大事なんです。で、35度ぐらいになっていると、この精子のオタマジャクシの運動率も高くなるし、こう元気だし、あとね、その精子も傷つくんですよ。その傷つきも少なくなる。うん。だそうです。35度覚えておいてください。はい、でね、なんでたまたまってこう構造上さ、ブラ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 してるじゃないですか。あれなんでなんだろうっていうと、もう答え分かりますよね。たまたまをブラブラさせて冷やすためなんです。うん、こう風通しを良くしてあげて熱がこもらないようにするために、こうやってブラ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 ね、歩く時は邪魔だったりとか挟まったりとかね、いろいろあると思うんですけど、実はそんなものすごい大切な理由があっての、あの形とあのぶら下がり方だったんですね。そう聞くとちょっとね、安心納得何、そういう感じですよねいや、とにかく、まあ、ブラブラさせるっていうか、風通しを良くしてあげて、本当に冷ましてあげることが大事なんですね。じゃあね、実際にできる具体的な5つ、こう、たまたまを冷やすための5つの方法をお伝えしたいと思います。まず1つ目は、スキニーパンツとかスリムジーンズを履かない。今めっちゃ流行ってるじゃないですか。もう流行り始めてもう早何年みたいな、ね、長い流行りで、女の人も結構履きますけど、男の人、特に若い人とか、まあまあ体も細いですけど、足も細いから入るんだけど、お尻もどこにあるんだぐらいの細身の人の、あのスリムジーンズね、多いじゃないですか。で、あれはどうしてもピタッとするから、ってことはおちんちんもピタッとしちゃうし、たまたまもピタッとギュッてして、こう
動き余裕がないので、こう蒸れたりとかして温度が高まりやすいです。なので、ピタッとしたズボンはあまりおすすめしません。たまにねおしゃれで履くのがいいんですけど、たまににするとか、帰ってきたらすぐ脱ぐとか、そのように、してください。で、2番目、それに伴ってピタッとした下着、特にボクサーパンツは本当におすすめしません。あとブリーフとかピタッとした下着を履かない。結局スリムジーンズとかスキニーが流行ってるから、下着がガバガバしているとこう合わない、こうなんでボコボコするっていうか合わないから、ボクサーっていうのもとっても需要があるし、見た目もねかっこいい、ピタッとしてかっこいいんですけども、おちんちんちとたまたまにとってはとても良くないんですよ。下着の方がスリムジーンズよりもっと肌に密着してピタッとなって、直ピタじゃないですか、おちんちんとたまたまが、お腹と。なのでとっても良くないんですね。だから、ボクサーパンツとかも、デートの時とかスキニーを履く日は履くとか、なんかちょっとそこら辺こう工夫をしてほしいですね。で、帰ってきたらすぐ脱ぐとか、サイズを気持ちワンサイズ大きくするとか、工夫をしながら楽しみつつ、やっぱりおしゃれなので楽しみたいじゃないですか。だから楽しみつつも、でも頭の片隅には入れて気をつけるっていうのをしてみてください。はい。で、3番目、サウナとか長風呂をしすぎない。やっぱりね、サウナ長風呂、体が温まってリラックスしてとても良いんですけれども、長く入りすぎるとたまたまって外に出てるから温まっちゃうじゃないですか。なのであまり長時間は温めすぎないっていうのが大事です。だからサウナの時は、水風呂に入るとか、それも工夫をしながら、毎日は入らないとか、ちょっといろいろやってみてください。はい。で、4番目は座りっぱなしに注意。座りっぱなしだと本当おちんちんもたまたまも圧迫されますし、あと熱もこもりがちで、座りっぱなしはダメだよとおちんちんの元気に良くないよっていう動画も別でもう撮って配信してあるので、ぜひそちらも、合わせて見てください。もうちょっと具体的な話をしています。はい。で、5番目最後はノートパソコン膝上注意。ノートパソコン、デスクトップはさすがにね持ってしないですけど、ノートパソコンこう結構使えない時とか膝上やったりするとかっこよかったりするんですよ。なんだけど結構熱くなるじゃないですか。だから熱いのこうおちんちんの近くに置いてると結構ね温まっちゃうので、それは気をつけてください。これが、以上が5つの、たまたまを温めないための5つの方法でした。はい。そして合わせて一緒にしてほしいのが、毎日の基礎おちんちん力を高める、日々の行いをしていただきたいです。まず1つ目はおちんちんに良い、成分の入ったサプリを取ること。ただこの時に、高すぎるのもあれなんですけれども、安すぎるのも問題で、材料がね悪かったりして、せっかく飲んでるのにね、時間とお金の無駄みたいになっちゃってももったいないので、なるべく1日200円ぐらいのものから、取るようにしてください。もう一つが、夜お家に帰ってきたら、男性用のふんどしパンツに履き替えるっていうこともぜひやってみてください。夜から朝までおちんちんとたまたまを解放してあげて、締め付けから解放してあげて、リラックスさせてあげることによって翌日の朝の元気が全然違うので、ぜひこちらお試しください。はい。今日は、たまたまを冷やして精子力を高める5つの方法のお話でした。今日の話聞いてよかったよって方はぜひグッドマーク、そしてチャンネル登録をお願いします。これからも皆さんのおちんちんを元気にする動画を配信していきたいと思いますので、ぜひお願いします。そして今日の話聞いて質問があるっていう方は、ぜひ私の LINE まで連絡をください。
お返事までちょっと時間かかるかもしれないんですけれども、必ずお返事していきますので、お待ちしております。はい、明日の皆さんのおちんちんの元気のために一緒に頑張っていきましょう。ではまた、バイバイ。